なんか俳優の山田孝之氏がフジテレビに苦言を呈してるみたい。どうも山田孝之氏。フジテレビは編集に悪意があるから得意じゃない、合わないと言っちゃってるんだよ。ではそんな山田孝之氏のフジテレビに対する苦言を見てみて。俳優の山田孝之40が17日放送のフジテレビ系松本中居に出演。同局に対してクレームを伝える場面があった。山田はテレビがというかフジテレビが得意じゃないとぶっちゃけた。その理由についていろいろ過去長い歴史の中で4回ほど僕は非常に傷つけられることがありましてと振り返った。その中で4回目が前回ここに出た時と昨年2月19日に俳優菅田将暉と共に出た時だとした。傷ついてしまった内容については編集に悪意があるとした。2月に出演した際に韓国ドラマや韓国映画などに日本が押されているといったトークがあった。そこで山田は方向性が違うといった考えを話したが、イカゲームしか見たことがないですが、というところから会話したんですが、イカゲームという単語はなかったですし、僕と菅田が二人で韓国ドラマ全体を批判しているような感じになっていた、と指摘した。こういった編集に、もう合わないんだな俺はって、と吐露した山田に、テレビが、収録が、と中居が付け加えた。しかし、山田は、いや、フジテレビが、と訂正し、ちゃんと伝えなきゃいけないと思った、と伝えた。テレビによる悪意のある編集。そんなのみんなわかってるよね。つい最近話題になっていた TBS 金スマのアンミカ特集での家族7人で日本へ移住したことを紹介する際の再現 VTR もおそらくそんな感じなんだと思う。ちなみにネットでは正直でよろしい。ちゃんと言えるの偉い。知ってたよ。こういう声をどんどん業界から上げてほしい。好きな俳優さんだけに干されないか心配。自分たちの数字のためには顔も名前も出している人を騙し討ちすることくらい平気なんでしょうね。これからもどんどん続きますよ。フジテレビらしいじゃん、悪意あるのは。90年代で思考が止まってるからね。フジはフジだけじゃないでしょ。多分それフジテレビだけではないの。山田孝之さん、ようやく少しだけ気づいた感じかな。それフジだけじゃないよ。それ報道やニュースもやり続けてるよ。メディアってどこもそんな感じじゃないですかね。全部のテレビ局だけどね。テレビなんてみんなそうよ。地方バカにした編集ちらほら見られる。報道も嘘、バラエティも捏造。あいつらなんだったらストレートに伝えられるんだよ。マスゴミは全部そうだろ。どこも一緒、だからテレビ離れ。友人の飲食店の撮影で放送見たら、会話の前後めちゃくちゃに編集されてて戸惑ったって言ってた。ワイドショーや NHK なんかがネットの情報を信用するなとか大真面目かつ必死でやってるのが本当に哀れで醜くていつも失笑してしまう。芸能界でもわかってる人はもっといると思う。みんな声を上げてほしいね、などの声が上がっている模様。まあとにかくメディアによる悪意のある編集はすでに周知の事実。みんな知ってることなんだよ。これまでメディアがどれだけの偏向報道や印象操作や捏造報道や切り取り報道や露骨な韓国ごり押しをやってきたのか。例を挙げたらキリがないほどだからね。まあその結果として今のテレビ離れの惨状があるんだけど、おそらくそういったメディアの体質を山田氏も知っていて今回ぶっちゃけたんじゃないのかな。でも山田氏のような発言はものすごく大事だと思う。やはりテレビに出演するような人がしっかりとテレビの悪いところを指摘してあげることでテレビの自浄作用につながるだろうからね。だからこそもっと多くの芸能人が山田氏のように本音を口にすべきだよ。多分多くの芸能人はテレビに忖度していろいろと我慢しているだろうからね。もう思い切って全てをぶっちゃけていいと思う。だってテレビはほぼオワコン状態だから。ゆるパンダはそう思います。